肩甲骨剥がしてって言われませんか。行ってみよう。ふっとうで。びっくりしてる。びっくりした、びっくりした。まあ何もしてないからな。そしたら、まあ、肩甲骨やっていくのに、まあ、肩甲骨ね、このラインにありますっていうのをまず確認してもらって、うん、で、かかとのところ、じゃ下の外側のところはどういうふうな形で三角になってるかっていう、うん、この外側もやっぱ捉えてあげるのが大事で、うんうん、で、まあもう先言っちゃうと、やっぱりここ剥がしてっていうのが肩甲骨剥がしって思われがちなんだけど、私は実はここ超大事だと思ってて、この肩甲骨剥がしするときにちょっと嫌がる方もいるかもしれないけど、ここも回しながら取っちゃうっていうのを入れていきたいと思います。大円筋ですね。はい。で、腕をこうね後ろにして、これもね時々いかない人いますからね。いるよね、うん、本当。もうなんかそうなった時はもう腕からほぐしてとかね、この辺とかやってとか、いろいろと話が変わってきちゃうけれども、よかったです今日はね行ってでやっていく時に、まあ手前はこの肩の丸みで、このくぼみのところに手刀が入ってピタッとくるみたいな形の、うん、上から見えてるかな。それでこう手刀でねやっていくってやると、まずマイルドにねほぐせますよね。こうがまず今まだ起立筋剥がしてるというかね、少し菱形筋の中でもこの割と背骨沿い、うん、極突起側の際のところをちょっとまだほぐしてる感じ。まだ肩甲骨っぽくはないね、うんうん、だけどお客さんとしては感覚的には人によってはもしかしたら、ね、うん、大差はないかもしれない、うん、でそしたら1段階この起立筋のところから寄せて、肩甲骨の際のところを今どのぐらいかなっていう、うん、どのぐらいの張り付き具合かなっていうのを見ていく、うん、でやりづらいなって思ったらやっぱり片膝ねこう乗っけてやっていただいたりとかだと思うんだけど、うん、で、まあ、いきなり入れてくっていうのよりは、うん、まあ、まずちょっとこう充熱だったりとか、はいはいはい、ね、こういうのとかで、うん、まあ、きますよのね、うん、そうそうそう。でのぶちゃんやっぱ結構しっかりしてるんで筋肉が、うん、で揺すっていく、うん、でやったらここはね結構やっぱ唾液のとこは取れやすいので、うん、親指の第一関節あたりとかで圧したらちょっと回しながらここでほぐしてちゃうみたいなとこやって、でもなんかこれ痛い人もいるかもしれないし、くすぐったい人もいるかもしれないから反応は見ていただいて、うん、何回かやったらなんかちょっと他のとこ逃げつつ、うん、ちょっと戻ってくるみたいなのがね、ちょっと入れて直下筋を入れてとか、またね、うん、そう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 、必殺直下筋、うん、俺痛くないからね、ギュッてやってみて、もう人のやるのも、いやもう起きれて、でもねなんかね全然違う、何がでも触った時点で、うん、あれ直下筋ってすぐ骨じゃなかったっけみたいな、なんか感じで自分がそうだからそうなんかねちゃんとね厚みがある厚みがある、そうで私こんなやられたらもう叫んでるよ、うん、もう全体ででも多分大丈夫だ、もう自分がダメだとね、この痛そうに思ってダメってダメだね。ダメだね。だってね、その人求めてるかもしれないからね。そういうこと。うん。で、ちょっと親指で母指圧迫して、うん、止めながら回すと、うん、コリコリコリって言いますね。そう。コリコリ言うね。そう。で、これで、まあ、剥がしていく中で、うん、ちょっとこう、隙間をまず最初作っていく。で、あ、そんで、そう、これをね、言った方がいいなと思ったのが、こう、当たり前なんだけど、肩甲骨が、こう、中に入ってたら、うん、結構入りづらくなったりとかするところをちゃんとこう下げてあげれば隙間ができたりするわけですよ、うん、だからこう倒れててできないっていう方がいた時とかは、うん、まあ、少し起こしてあげるとかね、体勢はやりやすいように作ってもらうっていうのはすごい大事だなと思います。で回していく、でこうやってったらここは取れるんだけど、うん、ここが取れないわけよ。あ、僧帽筋、そう、なんかここの、だいたい肩甲骨剥がしってここをやり終わりました、うん、結構剥がれました、うん、お客様で時々いるのが、うん、でもここは残っちゃったなっていう、ああ、わかる、これいいね、そう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 、うん、なんで、まあ、そこに関しては私はですよ、私は3指引っ掛けて、まあ、親指やってもいいんだけど、うん、かなりの角度になっちゃうので、うん、少しマイルドにやったり、うん、あと前回し後ろ回し両方やるっていうのと、うん、あとは引っ掛けたらぐーっとこう首から引き離すような形で、うん、もう腰から引いてぐーっと、うん、で10秒ぐらい伸ばすっていうのをやってって、うん、でもただ多分入りやすい人ですよね。いや多分入りやすいと思う。そう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 、で入りやすいんであれば、まあ、前もやったけれどもちょっとまたがらせていただきます、うん、で結局力がこう
さっきもね言ったみたいにこうない人バージョンの話なんですねこれね、うん、なので見えるかしら、ここにさっきみたいに手刀で支える、うん、腕の前を前面を支えるってやってもらって、で肩甲骨、何回かに分けてやってきます、うん、で引っ掛けるってやったら、でさっき言ったやっぱりこう、これもね、まあ、本当どこでも習うようなやつですけど、挟んで自分の圧を足してあげて、ぐーっと引き上げる。で、じわーっと戻して、うん、で、入んないなと思ったら、こう、左右に揺すったりして、うん、でちょっと緩ませて、で、次の段階入れて、うん、で、ぐーみたいな、うん。で、やっぱりじわーっと戻す。うんなんだけど、このぐらいのあたりから多分厚みがあってね、入りが悪くなってくるところなんだけど、これもまあしっかりこう後ろほどは入んないかもしれないですけど、でこれは少し下に下げる角度の方が多分入ると思います。だからさっきと同様で上に上げようとしても、まあもしかしたらもっと前に行けばね入んなくはないと思うんだけど、多分どっちかっていうと株引っこ抜くみたいな感じでちょっとだけ引いてあげる。そしてまあ、このぐらいの人だったら割と引っかかるは引っかかると思うんで、指先ねカクッとしてこうしっかり入れてあげて、でぐーっと剥がしていく。でやっぱり何回かに分けてぐーで、これやっぱ引く分には皆さん力なくても結構やりやすいとは思うのでやってもらって、でまあ、ちょっと剥がれてきましたってなってきたら、こっちやってないけどちょっと反対側を下にから後ろに通して、前ほらゆみちゃんと一緒にやった、少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。